はい。えー、こんにちは、ジャムです。今回はスライム軍団、えー、動画撮ろうと思います。ということでね、えー、ドラキュラがレベル9になったので、まあ、試しにね、使いながらこちらの、えー、大陸40、えー、ステージ40大陸、えー、やっていってみようかなと思います。えー、っとね、ちょっと待ってね、チームに関しては、えー、ドラキュラとノバは入れたままでいこうかなと思うんですが、残りどうしようかなちょっと久々に、久々にボットとエンジニア連れてってみようか。 ええとね、一応ね、今、えー、祝福に関しては物理属性の攻撃速度アップになってるんですが、物理耐性持ってる、えー、雑魚的が多いので、まあ、ちょっとね、鉄拳とかがなかなかダメージ通んないなというステージだったはずなんで、まあ、こんな感じでちょっと行ってみようかなと思います。ということで、ね、行きましょう。さて、えー、ダメージアップの床もね、うまく活用していきたいですね。って言ってる間になんか落ちコンが発生する。そして、ちょうどよくごこげし、OK。 え、これはパーツが、えー1、1,2,3,4,5個あるか。まあ、パーツ変換でもいいか。で、えー、ちょうどよく5個消しもできますよと。ほい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 。えー、さらに、えー、こちらで、えー、ま、まとめて消していっちゃいましょうかね。うーん、ま、ダメージ増加、取りましょう。さらに、 あこれはレンチの数が多いから、さすがにレンチ変換かな。ランダム3体でもね、レンチ3箇所当たるとかもあり得るんで、まあ、こっちのがいいでしょうと言ったところか。えー、これはね、どこで、どこで5個消しするかみたいな話になるけど、まあ、一番下の段で5個消しましょうかね。で、えー、これなら続けてこっちの段でも5個消しが、えー、しやすいと。o えー、さらにコインも5個消ししていきましょう。 で、えー、っと、16ステップアップ。これ、でも、うーんとね、ドラキュラ変換もね、結局ね、1、2、3、4、5、6、7、7つあるでしょレベル1のドラキュラ7体って16ステップでできるか意外と微妙なんだよね。最近思うんだけど <laughs>。ねえ、だからね、これね、紫でレアだけど、なんか盤面見るとドラキュラ変換する方が実はお得なんじゃないっていう。 え、迷いもあるんだよね。で、これやるとね、一番上の段のドラキュラと合わせて5個消しが簡単にできるっていうのもあるし、まあ、ちょっと今回は16ステップもったいないけど、え、ドラキュラ変換にしてみましょうかね。これ多分ね、16手じゃあこんなに、あの、<laughs> 進まないと思うんだよね。はい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 。オッケーオッケー。次はどうしようかな。 まあこれ確かにね、四つ消しにするためにわざわざ向こうから連れてくるよりは三つでも消しちゃって、え、コインのね、五個消しの形をえ作る方がいいかなって落ちてくるトラッキー。落ちてくるトラッキー。オッケー。え、そしてまあ攻撃速度上げましょうかね。さあ、え、ここはね、三つ、四つあるので、これむしろあれだな。三つ消しでもいいからここに一個落として、 で、えー、こんな感じでいきましょうか。はい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 。オッケーオッケー。良さそうだね。で、えー、これはね、ちょっと手間かけてでも、これ後ろに下げながら、えー、っとね、5個消し、4個消し。うん、5個消しして、えー、4個消しになって、えー、最後3つ消えるっていう形で、3連鎖させていきましょう。 ま、最後の1回に関してはね、ただステップ数がお得ってだけなんですが、えー、5、4、3と消えて、えー、強いボットが1人残るということですね。はい、はい、はい、はい。さあ、次は、えー、どこで何を消すかだが、これね、微妙に密集してて逆にここ消しづらくなってるっていうのはあるけど、まあ、あれか、これちょっと形悪いけど、こういう風にしちゃうと、一応、えー、5、4って形でいくのか、 そうだね。で、これに関しては4つ消しだけど、えー、手間かけずにね、斜めに乗った形に横にスライドするだけでなるので、えー、4つ消し、4つ消しと、えー、2回続けてやっていきましょう。で、ここはコインをちょっと、えー、5個消し、手間かかるけどしていって、これもまあ微妙なとこだが17ステップ取りましょうか。で、えー、この形なら、レンチの5個消しが良さそうですかね。 まあ、レンチがね、左、右の方にもうちょっと落ちてくると楽なので、あー、オッケオッケーオッケー,オッケー,オッケーえー、こんな感じで行きましょう。雪は、えー、っとね、素の2個だな。それだったら、ランダム2体変換でもいいか。強いとこに当たれ。ああ、あんまり強いとこに当たんなかったね。なるほどなと。まあ、ただ、これね、えー、横に1個ずらしてから、ここで5個消しを作ると、えー、自然にね、5個5個で消えるようになるので、まあ、連鎖が、 えー、手間かけずにできるから,らいいですね。で、ここでごこげし決めましょう。OK。まあ、いい調子なんじゃないのここまで。次はどうしようかな。ちょっと3つだけどコイン消しちゃって。ああ、そういう感じか。これは9ステップ上げから、えー、こっちに寄せてごこげしですかね。OK。まあ、エンジニアそこそこ。 え、増えましたね。ちょっと雪の結晶で5個消ししたいけど、微妙にね、なんかずらす手間が、まあ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 、いいか。こっちにずらせば、一応ね、5個4個って形で消えるので、よしとしましょう。え、さらに、これだと、この段階の、えー、ノバがね、一応5個消しできそうなんで、えー、消してみましょう。OK。まあまあまあ、順調かな。っていうか、このターン長いな。謎にステップ数が <laughs>、増えている。さあ、何ターンあったんだあ、何ステップあったんだ結構、 えっと、やれてますね。OK。あー、これはまあ、ランダム3体が強いとこに当たってくれると嬉しいかな。まあ、ボット、えー、ボットが育ってるやつと、まあ、両隣の、両隣のっていうか、えー、右隣の2体のドラキュラあたりに当たると美味しいので、えー、ランダム変換。うわー、ちょっと当たったとこ違うね。まあ、でもエンジニアは結構育った。これはこれで悪くないね。 えー、この強いエンジニア下にずらしといて、えー、ダメージアップの駒に置いとけば結構強そうな気はしますね。あとは、えー、四つ消ししかできない、四つ消ししかできない。えー、五個消しできるものがちょっとないので、一旦レンチ消しますか。で、あと一ターンか。この辺からね、結構、すでに険しくなってると思うので、まあ、一応このエンジニア前に出しておこうかな。ダメージアップ、するのでね。 さあ、これで、えー、持ちこたえてくれると嬉しいんだが。よし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 。おおいいね。いけそうだね。えー、そしてドラキュラが、えー、ちょいちょいと、増えてますね。増えてますね。いつの間にかコンウリが。オッケー。これでなんとか、戦えるんじゃないかこれもミサイル増やしましょうか。 はい、オッケー。えー、5、4と消えていく。さらに、えー、5個消しが一応狙えないこともないですね。ああ、まあまあまあ、次のターンになるから、ここまで動かしておこうかな。ちょっと手間かければ、えー、実はね、ドラキュラ、えー、一番強い2体を後ろに下げていくのもありなんだけど、どうすっすかな。ちょっと悩むね、それは。あ、これ一旦仕事終わり。 爆発範囲もでかいんですが、ドラキュラがね、横に展開してるんで、一旦守護コウモリで、え、行きましょう。これね、どうすっすかなちょっと手間かけて、ドラキュラ、こいつらも巻き込んでやるかどうかが、え、迷いどころですね。ちょっと巻き込んでやってみようか。そうね。ちょっと巻き込んで消していってみましょう。 で、問題なのは、えー、消した後だね。消した後は、強いやつがね、えー、できるんですが、数が少なくなるので、えー、薄いところができちゃう可能性もあるよ、ということで、ちょっとね、これすぐに、えー、消すと、えー、5個消し、5個消し、3個消しで、1体にドラキュラが全部まとまっちゃうんだけど、それをやると、その後がちょっと、えー、弱いので、できれば、 あー、次のターンにやろうかな。一旦じゃあここ、え三つ消しで適当にえターン消化しておきましょう。で、次のターンの頭でドラキュラつけちゃいましょうか。あー、これきついな。ドラキュラくっ、ドラキュラつけた後が持たない気がする。これ、 6手でしょドラキュラくっつけた後持つかな次のターン。ちょっと怖いけどえ、くっつけないとね、他にやれることがないので、やってみますか。はい、強い一人のドラキュラになる。さあ、それからどうするかだがえ、ちょっと後ろの戦力が不安なので、まあ、三つ消しでもいいから戦力、手数を増やしておきたいか。 ま、あとは、ドラキュラをね、えー、ダメージのマスに置いて、右側だけは通さないようにしておこう。この状態でちょっと左側を強化できれば、レンチが少ないなぁ。10ステップか。お、ノバー、え、ノバのごこげしを展開しながら、まだいけるか。うんレンチ3つだけど消しましょうか。 お、ドラキュラが、えー、消しているかなあー、ちょっとで来きちゃうね。さあ、ちょっと右側が薄そうなんだが、なんとかなってくれないか。あ、左か。左側が薄そうなんだが、あ、やばいちょっと左怖いよ。やっぱり。あ、やっぱ左抜けちゃうなぁ。まずかったか。あー、これエンジニア、エンジニアの数のが多いから、エンジニアの攻撃プラスしよちょっとやっぱ左きついね。左きつい、左きつい。ミサイル。うわ たっただっただっただったったったいやーちょっとドラキラくっつけたのまずかったかこれ。なるほどねー。<noise> そうですかまだボスにすらいけないなやっぱり。いや結構大陸、 厳しいね <laughs> なるほどね。まあ、ちょっとここ時間かかりそうですが、まあ、こまめにね、リベンジしていってみたいかなと、え、思います。ということでね、今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょ。